こんばんは。今日はもう日にち変わったか、日曜日。まあ昨日の晩からね、昨日の晩夜ふかししとって、ずっと音楽聴いとって、で今日の日にちがもうややこしいな、金曜の晩から夜更かししとって、ずっと音楽聴いとって、土曜日の昼間寝とって、で今また音楽聴いてるんですけどね、ちょっとその聴いてる音楽を紹介したいなと思っております。まあ僕はね、洋楽が好きで、基本洋楽ばっかり買うんですけどね、ジャケ買いばっかりなんで、アーティストの知識とか語学力英語力とかはないんですけどね、いろいろ買っております。みんなもね、あまりそのジャンルとかね、そういうのこだわらずにじゃんじゃん聞くべきなんですよ。音楽は万国共通、世界の、壁を越える、音楽はね。だから逆に J-POP も、海外へね、もっと通用すればいいんですけどね、なかなか通用しないですけど、だからね、まあ音楽は、まあ、もう一度言うけど万国共通なんでね、ジャンル問わず、海外のもんも J-POP も、ジャズやオーケストラもロックもポップスもカントリーもフォークも何でも聞くように、みんな勉強のためにね、いいでしょう。ジャケ買いもたまには。金持ってる人どんどんジャケ買いしなさい。僕金ないのに買ってるんですよ。金持ってるやつがどんどんお金を使って経済効果をしてくれないことにはダメなんですよ。僕みたいな貧乏人がね、いくら金使ったってたかが知れてるんでね。まあ僕が持ってるやつはね、まあ輸入版とか古いのが多いんで、だからまあ何度も言うようですけど、普通のショップではあまり売っていないんでね、だからヤフオクやメルカリやアマゾンでね、お買い求めいただけたらいいなと思っております。まあこんな感じでね、いろいろとね買っております。まあ今ずっとね洋楽ばっかり聞いてるんでね、まあ本当はね YouTube で、おすすめする音楽を流したいところなんですけど、著作権の問題があるんでね、だからあまり流せないんで、あまりっていうか全く流せないんでね、だから、残念ですけど、
微妙にかすかにね今かけてるんですけどね、音が漏れんように、この辺やったらショップでも売ってると思うけど、古いから売ってないかな。もうをねすっきりするんですよ。聞けば聞くほど洋楽は頭が歌詞が残らないんでね、頭に歌詞を追うことがないんでね、だからただ聞いてるだけなんでね、頭がさっぱりすっきり、こういう感じでね、いろいろね聞いております。皆さん明日はどこ行くんですか？休みの日家でゆっくりしてるんですか？のんびり出かけましょうよ。出かけてお金使ってください。お金持ってる人はどんどんと、そうじゃないとね経済効果が、お金が回らないんでね。僕なんかはお金ないから出ていけないけど、どこもそれでも頑張ってね、いろいろちょこちょこ買い物しては出かけてしてるんでね、皆さんももっと元気つけて、経済効果、これは有名な王道マドンナね、皆さんも知ってると思いますけど、たくさん聞いてるでしょう。僕こんだけ聞いてても英語ダメなんですよ、ちょっとは賢くなるかな思ってるんですけどね、語学力つくかな思ってるんですけど全くつかないんですよね、まあこんな感じで聞いております。またこの後ねゲームプレイを YouTube で収録したいと思いますんでね、じゃんじゃん見てください。もう100万回も200万回も再生して、で、今見てる人は当然チャンネル登録して、そして、知人友人親戚親兄弟、みんなにもねチャンネル登録をおすすめしてください。よろしくお願いします。僕は世界へ旅立ちます。この深江橋からね世界へ飛び出しますんでね、よろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。